スウェーデン国立銀行はスウェーデンの中央銀行であるリクスバンクとも前身のストックホルム銀行時代にヨーロッパで最初の紙幣を発行した。しかしリクスバンクは前身事業と完全に独立して創業した。受け継いだのは原価にめげることなく紙幣を発行する執念だった。1968年 スウェーデン国立銀行の創立300周年を機にノーベル経済学賞が創設された。同行は2015年2月に量的金融緩和政策を始めた。約120億ユースドルの国債を購入する計画である。1月のインフレ率はすでに0.3%にまで落ち込んでおり、デフレに陥る可能性が指摘されていた。歴代総裁は EN、スウェディッシュ、 ナショナルバンクがバナーズを参照。前身のストックホルム銀行は1656年にヨハン・パルムストルックが創設した民営の融資銀行、カワセ銀行である。同行の設立は当時のスウェーデン国王カール10世に承認された。私企業でありながら政府機関として稼働した。パルムストルックを頭取りとしたが、補佐役の支配人3人枠は市民、貴族、 ストックホルム講師から一人ずつ選ばれた。設立三年後に監査も任命された。ストックホルム銀行の経営ぶりは初期から近代的であった。融資部門では、動産、不動産を担保とする貸付ができた。為替部門では国内に流通していた複数種の通貨を預金できたし、現物の中華を引き出せたし、小切手を振り出して預金を預けたまま譲渡することもできた。 預金債権の譲渡が原則禁止される今日の銀行システムとは対照的である。同行は順調に利益を出した。そして試練が訪れた。国内では銀や銅が不足していた。そこで改中が行われた。純銅1 3 6キログラムは従来懸面額75ダレルで鋳造されていたが他の金属を混ぜて懸面額90ドーレアに増やすことが決まった。 すると、懐中前後で、懸面額が同じ銅貨を比べると古い方が銅が多く含まれており、素材価値で勝ることになる。そして、その古い型をストックホルム銀行は大量に預かっていた。誘拐輸出して利益を得ようと預金者が取り付けに殺到し、銅貨は溶けてなくなった。銀貨も似たような目にあったかもしれない。年にやむなくヨーロッパで、 最初の紙幣を発行した。誤解がないように断っておくと、これは今日の管理通貨制度下で量的金融緩和政策に伴い増殖するような紙幣に比べれば、それは尊いものであった。信用紙幣といって、要は銀行振り出しの手形であるから中華に打感できるのである。県面額が切りの良い数字で無理し、加えて弁済機が 持産人払いという利便性は、同行に企画化されて、紙幣らしいものとなった。これは、同じ券面額の同化に対し、時としてより高い相場で取引された。同行は紙幣を貸し付けに用いた。融資の活発化に伴い流通量が増えた。しかし、金庫の中華は増えない。準備率が下がり打感が難しくなった。百六十三年秋、デフォルトが公になった。 紙兵はどんどん割り引かれた。政府は事態を調査した上で、紙兵を貸し剥がして、燃やせと命じた。新規の融資もストップした。1667年、パルムストルヒは、経営責任を問われ死刑判決を受けたが、執行を免除された。この寛大な措置には、理由があるだろう。そもそもことの発端は政府による懐中であったし、不足していた金属の確保も、 政治の責任であった。1668年9月17日、スウェーデン議会において、新銀行の設立を認可する法律が制定された。この法律では、ストックホルム銀行での失敗を教訓に、新銀行の経営権を議会の監督下に置いた。しかしこの年は、絶対王政のスタートでもあったから、国立初階級銀行は、ストックホルム宮殿に曲がりで新設された。 ストックホルム銀行の資産、負債、雇用関係の一切を継承せず、認可された日のうちに開業した。発信力として、政府は王室の流動資産を国立書階級銀行へ預けた。運転資金は預金と利息で賄われた。この停裁を維持するため、不良債権が原価償却されずに、母家のまま記帳されていた。これではやっていけないので、 王室保有の大砲を輸出するようなこともやったが、1674年に足を洗った。また、開業時に同行へ移管された王立造兵局から中造益を得ていた。貸付は物的担保によるものだけであった。責任財産のある王室はお得意様であった。スコーネ戦争では王室の都合に振り回された。理事は6人であった。 1668年から1681年、1698年から1747年は、貴族、聖職者、市民の各階級から2人ずつ選ばれた。1691年から1698年の期間だけは、各階級から1人ずつしか選ばれず3人だけだった。また、1672年に議会が開かれてからは、同行を監督する。 委員会も3階級から選出されるようになった。しかし、理事は委員を兼ねていたので監督は不行き届きであった。紙幣の発行は認可法で禁じられていたが、需要のあまり銀行内部の証書が紙幣のように流通してしまった。具体的には預金者の申請を局長が認めたこぎって、水道局長が発行した預金証書、経理局長が水道局長に当てた為替証書である。 1701年、流通阻止のため移転紙幣が導入された。これは不便だった。預金が銀貨で100だれる以上でないと発行されなかった。上、譲渡には裏書きが必要だった。商社の流通は止まらなかった。業態は、ストックホルム銀行のように融資部門と為替部門に分かれていた。融資部門は6週間前の予告を必要とする。 利息付け6ヶ月定期預金を受け入れた。預金証書は貸付の担保に利用された。為替部門は当座勘定に無利子預金を受け入れた。これは貸し出せないことになっていた。商社の流通が阻止できなかったので、1691年に融資部門は預金の取り扱いを停止した。資金は為替部門の無利子預金へ向かった。利益が減って理事会を開き、 無利子預金を貸し出しに回した。1697年に火災で宮殿が崩壊した。有志部門の預金受け入れが再開されて資金が余った。しかし、ポルタバの戦いで国が破れ取り付けが起こった。預金者は支払いを拒否された。王室から貸し剥がすことはできなかったからである。デフォルトは断続的に起きた。1718年に カール12世の絶対要請が終わり、やがてフレドリク1世のヘッセン王朝に変わられた。有資部門は完全営業停止になった。為替部門だけが事実上業務を再開した。移転紙幣は1722年に発行要件がどうか50ダレルに引き下げられ、加えて1726年に議会が法定通貨として宣言したので広く用いられるようになった。 もっとも人々は裏書きせずにそれを使った。1738年から1739年の議会で重症主義を要するハッタナ党が政権を握った。議会の圧力により貸し出しを増やしたが、ストックホルム銀行時代のように準備率低下を市場に鍵取られて割り引かれた。ハッタナ党戦争では王室にも貸さなければならなかった。信用回復のため、 二段階で小額の移転紙幣を発行して人々が銅に打感しやすいようにした。ダレルで1743年は36と24、1745年には12と9と6の固定券面額で発行開始。監修画法を曲げて裏書きもいらなくなった。もっとも打感は制限された。理事会は 準備率を上げようと融資部門の預金業務を再開させたが、再び7年戦争で分母が大きくなってしまった。1747年、偽造防止のために銀行券印刷所がストックホルム郊外のトゥンバに設立され、1759年から運転を開始した。現在はトゥンバブルックの建物の中にあり、造幣を続けている。 1765年から1766年の議会で政権を握ったメッソナ党は緊縮政策を主張した。グスタフ参戦によるクーデターの後、銀行の経営は初階級の手を離れ、財務大臣に指揮されるようになった。貸し出し業務は重く見られなくなり、為替業務が主体となった。1776年末に大臣は打官システムを変えた。つまり、翌年から、 銀打観とするが、それまでに打観できた銅の価値に比して、半分に止めるとした。1779年には最低準備率75%が法定された。この年の議会で、上位3階級から3年ごとに選ばれる、監査役が銅鉱の健全性を調べることに決まった。第一次ロシアスウェーデン戦争が起きても貸し出しは、極小であった。議会は、国際庁を新設して、 国債を発行させたが、ほどなく、無利子の政府紙幣に化けた。それだけに広く用いられたが、不官紙幣であるために、銀貨や打関権に対しては必ず割り引かれた。この打関権に、不官紙幣の混ざった経済は大いに混乱した。そこで初回級銀行は、政府紙幣をだれるにして、一律に、三二元子打関権に変えた。固定割引率は、 政府紙幣の出るたびに適用された。第二次ロシアスウェーデン戦争でも貸し出し限度を設けたが、ついに打艦停止に陥った。1830年に打艦システムが変更された。銀行券はダレルにして3、8に割引いて銀貨に打艦することになり、4年後に実施された。なお、ここまでの歴史で割引が何度も行われているが、割引政策による為替相場への影響は未だ、 知られていなかった。1824年に初階級銀行は最初の支店を開設し、間もなくスウェーデンのすべての県に支店が設置された。1830年代に民間銀行制度が整った。闇で営まれていた商業銀行が認められたのであるが、準備率の分子に自己保有の銀貨に加えて初階級銀行への預金も組み入れて良いという制度でもあったので、 初階級銀行は準備金を集める立場となった。1866年の議会改革によって王国の四階級が廃止された。また、議会に上院と下院が設けられた。翌年から議会によって国立初階級銀行はスウェーデン国立銀行と解消された。1873年、スウェーデンは隣国のデンマークと共に、 金を基礎とするスカンディナビア通貨同盟を結成した。1875年にはノルウェーもスカンディナビア通貨同盟に参加した。スカンディナビア通貨同盟は共通の通貨単位としてクローラを導入し、諸外国に対して統一的な為替レートを設定した。1879年、民間発行の手形が割引されるようになった。 また、国立銀行の一般企業向け貸し出しが廃止された。1896年、手形交換制度ができた。1897年、スウェーデン国立銀行は立法により、通貨の独占発行権を獲得した。6年後には、民間銀行の発券が停止された。こうして、スウェーデン国立銀行は、中央銀行としての役割を果たすようになった。 このような1890年代、国立銀行は、預金を制限しながら、なお全銀行の貸し出し総額の約15%を占めた。民間銀行も借りたが、主な融資先は、バレンベリ家を代表とする大企業であった。1899年、手形交換制度が、国立銀行に運営されることに決まった。1906年10月、国立銀行は、 ヘルゲンド・ショールマンの建物へ移転した。第一次世界大戦に伴う取り付けは、直令を発出うちまで支払い停止にした。1916年から1920年まで、打漢に応じたが、再び停止。1924年には移転して、金解金の上、金の輸入禁止という余裕を見せた。1931年9月、世界恐慌の影響から、国立銀行は、 打カ義務を免除された。この時に金輸出が再び禁止された。免除は1975年に管理通貨制度へ移行するまで毎年更新され続けた。1976年4月、ストックホルムのヘルゲンドショールマンにある現在のビルに移転した。1992年、クローナ暴落。カナダ銀行に指導を受けて、 為替相場の変動とインフレターゲットに基づいた金融政策を構築した。世界強行以来の深刻な事態はスウェーデン銀行救済という用語で歴史に刻まれた。世界金融危機を過ぎてからの政策は日本銀行と似たり、よったりである。2015年10月21日の編集は、ストックホルム銀行、国立初階級銀行、自由の時代、政府紙幣と、 固定割引、唯一の発見銀行へ、各説において、全体的に次の文献によった。編著者不明、トゥンバヘイ局で印刷。ありがとうございます。